今シーズンのスーパー GT、GT300 クラスは2走勢力のハイブリッド勢が席巻。そんな中、第5戦鈴鹿1000キロで新たな歴史が生まれた。優勝候補はここまで5戦中4戦でポールポジションを獲得し、異次元の速さを見せているスバル BRZ。 鈴鹿1000キロで抜群の強さを見せるエスロード GTR、 逆襲を狙う。外国車では緻密な戦略で勝利宣言をした初音ミク BMW。 チャンピオン争いを左右する大事な一戦、鈴鹿を制するのは一体誰なのか。第5戦鈴鹿1000キロ、ポールスタートはスバル PRZ。 第3ドライバーに井口拓人を迎え、初勝利を目指す。勝利を手にして流れを作りたいっていう思いですかね。そうですね、本当にチーム全体の流れもいいし、車も煮詰まってきてるので、今回は特に、スバルと鈴鹿相性がいいんですよ。なので表彰台のトップいけるんじゃないかなと思ってます。2番手につけるのはエスロード GTR。 スタートドライバーは勝利が欲しい星野一樹。ね、自分でプレッシャーかけるつもりもないんだけど、でも個人的にもそのチームとしてももう本当に後がないし、その日産ニースも含めて、ね、そのチーム全体でやっぱりここでもう本当に真ん中に立たないともうシリーズ終わっちゃうんで、何が何でも勝ちたいですね、はい。さあ、いよいよ6時間のサバイバルレースが間もなくスタートしようとしています。今回のレース、勝利チームには25ポイント、普段のレースよりも5ポイントプラスして、ポイントが加算されます。崖っぷちに立たされたそのチームがどんな戦いを見せるのか注目です。チャンピオン争い、生き残りをかけた戦いがいよいよ始まる。 GT300 スタートを切りました。5戦4回ポールの BRZ 好スタート。その後ろにここまで好調の走りを見せている3号車の GTR が来ています。アストンマーチン3番手、その後ろにハンコックポルシェが来ています。コータ、タイヤコントロールで、タイヤマネジメントだけ頼むよ。今のペースいいし。レース3周、スバル佐々木コータは早くも後続を大きく引き離す。すごい。どうなんでしょうね、この速さはね。8秒も空いてしまいましたね。まだ始まって3周でしょ。もう8秒も差が広がりました。なんという速さだ BRZ。 その後ろにエスロード GTR とアストンマーチンが続いているんですが、10周を過ぎた頃、 GT500 クラスの集団と絡み始める。と次の瞬間、中島和樹が初音ミクの横にマシンを入れます。ついてきました山本。危ない。ちょっと外側、スバル BRZ に思わぬ落とし穴が待っていた。なんと GT500 のマシンが BRZ に追突。一瞬マシンのバランスを失ってしまった。すぐさまピットから無線が飛ぶ。どこを当てられた？影響ある？大丈夫だけど、ギリア、ギリア。当たったことでハンドリングが悪くなってることはない。ドアくるったかもしれないけど、その前から警報はあった。この予想外のアクシデントがとんでもない事態を引き起こすこととなる。いや、なんか車おかしいぞこれ。一体何が起こってしまったのか。最初のピットインは4号車、BMW がピットインしています。レース20周、17番手スタートから9番手まで順位を上げた初音ミク BMW が最初にピットインした。それに続くように上位陣ではスバルが28周、エスロード GTR が31周でピットイン。だがピット作業を終えたエスロードがピットアウトのタイミングが悪く、まさかのタイムロス。もう BRZ がもう異様な速さでしたが、いかがですか？全然気にないですね。もう全然違うクラスみたいに最初からいっちゃったんで、まあでも後ろ離せたんで、自分のスティントは悪くなかったと思います、はい。レース37周、
ここで2位に上がってきたのが17番手から15台をごぼう抜けしてきた初音ミク BMW。 これにはある作戦が影響していた。オーバーテイクするのがなかなか困難なので、とにかく単独で走ってればいいペースで走れるんだけど、前がこう塞がれて、ペースが上げられないという状況になってしまうので、ピットインを早めにして空いてるところを走ろうという、作戦で、今のところうまくいってますね。BMW が 1000km のロングレースに勝つために取った作戦は、序盤に燃費を気にせず全開走行をして順位を上げるだけ上げて、ライバルよりも早い20周目にピットイン。これにより次のスティントはスピードが拮抗している上位陣とのバトルを避けることができ、好タイムを刻むことができたのだ。しかしこの作戦を取ると5回のピットインを余儀なくされる。ライバルのスバルや GTR は4回のピットインを予定。計算上2分近いタイムロスが想定される。だが BMW 陣営はたとえピット回数が1回多くてもライバルよりコンマ2から5秒速いラップタイムで走り続ければ十分に勝機があると判断したのだ。ピットでのタイムロスが響き順位を落としてしまったエスロード GTR は現在4位。ここからの走りで取り戻したい。40周を終え2位の BMW と1分もの差をつけたスバル BRZ。もしあえてあるとすれば、心配要素、不安要素っていうのは現段階にありますか？去年ね、ガス欠で止まってるんで、やばい、そことかね、車のトラブルも最近全然出ないんで、ガス欠と接触だけですね。佐々木のコメントからも余裕が伺える。なんとスバルは300クラスの上位陣を周回遅れにし始める。同じクラスのマシンとは思えない次元の違う速さを見せる。すごいなこれ。でもストレートのスピードはメルセデスがありますね。やっぱりちょっと追いついてないんですね。ここでアウブレーキングで、いいじゃあ外からあっさり抜きました。これこそあっさり。一方2回目のピットを終えた BMW 谷口はマシンのある異変に気づく。右のミラーがない。外ミラーついてるんだね。ミラーなくて申し訳ございません。とりあえずお願いします。実はそのアクシデントの瞬間をカメラが捉えていた。前のスティントで GT500 のマシンが BMW の横をすり抜けていく際にタイヤカスを飛ばし右サイドミラーを直撃。ミラーが飛んでいってしまった。サイドミラーはバトル中の駆け引きにおいて相手の動向を伺うのに必要不可欠。それゆえミラーの破損はドライバーにとって資格を奪われてしまったようなもの。また後方から来る500クラスのマシンを確認し、どのようにパスさせるかを考えるためにもなくてはならないアイテム。ミラーを失ってしまった BMW、 レース序盤で痛いハンデを背負うことになった。一方今シーズン好調なハイブリッド勢も過酷なロングレースに苦戦を強いられていた。この後さらなるアクシデントでレースが大きく動き出す。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。圧倒的な速さをトップから維持してきました。61号車のスバル BRZ、 ポールポジションを獲得しそのまま常に1位を維持してきました。樋口選手から山野選手に変わります。レース60周、2位と1分30秒以上もの差をつけて2回目のピットインを終えたスバル。盤石の体勢でトップでコースに復帰。炎上しました。火が出た、火が出た。これ火を吹いてる車が80。スバルがピットインを終えた直後の61周、クリ
スタルクロコランボルギーニのギアが突如炎上。セーフティーカーが導入され、セーフティーカーが導入されたことによりスバルが積み上げてきた1分半のマージンがリセットされてしまった。その時2位につけていたSロード GTR がピットイン。ライバルの動きが気になるスバル陣営、ドライバーを交代しコースに戻ろうとした時、赤だ、赤ランプで S ロード3号車ピット入ったけどもピット出口赤、 S ロード出れない、出られない、出れなくなりました。いやピットロード出口がクロール。このレースではセーフティーカー中のピットインはペナルティーが与えられる。優勝は絶望。逆にベストなピットタイミングだったのが初音ミク BMW。 5回ピット作戦を取った BMW はアクシデントが起こる前に作戦通りのピットインを完了していた。逆に2回目のピットタイミングとセーフティーカーが重なってしまったチームは大きく順位を落とすこととなった。まさにピットタイミングが勝利の明暗を分けたのだ。2位だと思って今ね、超ラッキー、3番とかピットに入ったんだけども、ピットが今クローズで赤だから丸々1周ここでもらえる。まあ、ただ今のセーフティーカーでかなり勝負権のある人が絞られてきたので、まあ、そういう意味では、まあ、ここ最近の中ではかなりいいレースができていると思います。そして69周目再スタートが切られた。トップのスバルは2位と1分半あった差がなくなってしまった。山田さん、状態良ければ引っ張るんでタイヤセーブしてくださいね。了解、作戦通り周回を重ねる BMW。 速さではなく作戦で勝利を狙う。速さで勝るスバル BRZ は徐々に差を広げていく。81周目には2位 BMW と38秒もの差をつける。3回目のピットインに備える BMW 片岡、ここまでは作戦が成功し2位をキープしている。あとはスバルを倒すのみ。逆転を狙い片岡がマシンに乗り込む。谷口代わって片岡になります。59秒というピットのタイムになりました。ここで最終コーナーを立ち上がってきたスバルが迫る。トップを争うスバル山野と BMW 片岡の直接対決。ピット回数が1回多い BMW であるが、ここで抜かされると周回遅れになってしまう。速さに勝るスバルがアウトラップの BMW との差をバックストレートで一気に詰める。そして試験員入り口でオーバーテイク。BMW、 速さではスバルに歯が立たない。だがこれ以上離されまいと必死に食らいつく。1000キロのサバイバルレース、ここから各マシンにアクシデントが続発する。マクラーレタイヤがいってる。ヒヤッとしましたけど、さらにレース終盤トップを走るスバルにまさかの事態が。そして佐々木浩太、スバル BRZ 初勝利に向かいます。 BRZ としての初勝利ということになります。レース127周、初勝利を目前にしたスバル佐々木から緊急無線が入る。いや、なんか車おかしいぞこれ。さあ、そしてお、あれちょっとリアーカットしてますね。なんとなんと最終マッチなんですか、これは。ちょっとぶつかっただけじゃないです。何もなければいいんですが、レース序盤に500クラスに追突された影響で右リアのディフューザーが破損し、マシンのバランスに狂いが生じていた。ちょっとかなりバランスが悪い車の。
コータ、見た先そのまま行けるからな。そのまま行けよ、そのまま行けよ。慌てんな、まだ大丈夫だぞ。絶好調だったスバルにまさかのアクシデント。ここまで1周2分5秒から6秒で走行していたが、一気にペースが落ちた。スバルの初優勝に赤信号が灯る。134周、2位の BMW が最後のピットイン。まさかの展開になってしまうのか。ギアが入りにくくなってるとか。もったいなすぎるだろう、これは。あーのペース遅い、これ。うわ、こんなことがあるのか。残り25周、BMW がトップを奪いに行く。ラストスピードに向けて今走り出しました。メーカーも頑張ったんで、谷口さんよろしくお願いいたします。スバル佐々木から悲痛な無線が。タイヤ変化ないけども、なんか全体的にダウンフォースがなくて、フロントボディアもかなり車をフラフラする。了解。ギアのディジュラの壊れ方はね、結構ひどい、ひどくなっていってはいないから。残り24周、スバルと BMW との差が確実に縮まってきている。勝つためにはどのタイムで走らないの、キノエルか教えて。9秒ならいいよ、9秒なら。無理だね、これ以上ペース上げられない。タイヤがどっちにしても終わっちゃう。ここに来て逆転優勝が見えてきた BMW。 スバル陣営は運命の決断が迫られる。ピットに入って修復するべきか、それともこのまま行くべきか。たった今、BRZ もう一回ピット入るかもしれないという情報入ってきました。多分このまま一回ピット入ってもタイヤを変えるだけだったら前に出ちゃうんで、多分前に出られちゃったら逃げられちゃうかなってのもあるんですけど、まあ、ただ少なくとも自分たちにとっては望みが出てきたんで。そしてついに残り21周で BMW との差が1分に縮まった。スバルのペースは依然上がらない。このままではタイヤバーストの危険性もある。ここで佐々木に無線が飛ぶ。コータ、ここでピットに出てタイヤ変えて給油して修理してようか。タイヤだけどリアだけ交換だよ。だけど行けばどうだ。ここでスバル陣営ピットインを決断。右リアの応急処置をすることを決めた。たとえ BMW に前に行かれても最後に逆転できると踏んだのだ。入りましたね。入りました。あ、ここで入るか。さあ、作業が何をするか。これどんだけで出ていけるかということですよね。残り20周、スバル想定外の5回目のピットイン。これ燃料を入れてタイヤも交換したら、もしかすると、BMW の方が前に行くかもしれないという状況です。トラブルの原因だったディフューザーをむしり取る。谷口さん、6-1ピットインしたよ。 6-1 ピットインしてるよ。トップ出れるよ。どちらが前に出るのか。ピットロードで、はい、着きましたよ、ストレートに。初音ミク、初音ミク、いた、いた、初音ミク来ている、来ている。あー、これはもう面白くなった。タイヤ変えました、今。変えました。変えました。じゃあもう無理ですね、抜かれますね。さあ、これでポジション変わった。初音ミクトップ、初音ミクトップ。どうかというところに今の時期は、いやー、ここでなんと
ついに逆転されてしまったスバル BRZ。 しかしスバルは驚異の追い上げを見せる。最後に笑うのはどっちだ。残り17周、 BMW を猛追するスバル BRZ。 右後ろのグリッジバランスは完全に戻ったわけではないよ。注意しながらどこまで行けるかは操作探ってくれ。スバル VS BMW、 最後の一騎打ちが始まる。セク1セク2ともに追いついてるよ。前に着地に追いついてる。ディフューザーを取って問題は解決したものの、マシンの空力バランスは確実に崩れている。ロングレース最終章、あとはドライバーの意地と意地のぶつかり合い。先の読めない優勝争いにサーキットが釘付けになる。コーナー山野です。山野です。全ラップ4秒台で走ってもタイヤ持つから心配しないで、攻めていって大丈夫。そしてついにいきなり元気になりましたね。そうですね、予想見たんでしょうね、はい、でセクター1だけども1秒違いますから、もう谷口君も、ああ谷口バンチ急須苦しくなった。谷口これは辛い。谷口苦しい、これは苦しい。初音ミクトップを走っていたんですが完全に捉えられました。これもペース完全取り戻しました、ね、さあ後ろから BRZ、 悲願の初勝利に向かってもう一度トップを取り返しに行きます。ヘアピン立ち上がりか。この先谷口、谷口土俵際いっぱい、土俵際いっぱい。予選での速さは見せていたが、決勝で結果を残せていない今シーズン、強さと速さを実証できる瞬間が訪れようとしている。息を吹き返した BRZ 佐々木、BMW をロックオン。まあ厳しいのは分かってるんですけど、まあ、谷口選手の、まあ、あとは意地をどれだけ見せてくれるか。ここで GT500 クラスのマシンが絡む。うわ、谷口君の先入りたいね。入りたいね。入れる、入れるね。と入りました、うん、これは惜しかった。2つ目はどうだ。あ、ここで詰まった。これは痛かった。さあここで並ぶ、ここで並ぶ、並ぶ、並ぶ。ただこの差ではかわしきれない。ヘアピンのブレーキはどうだ。ブレーキングって外から BRZ、 外から BRZ 並んでくるかどうか。並べるか。佐々木、佐々木前に行く、前に行く。 BRZ、 BRZ ここでトップ、トップを取り戻しました BRZ。ここで出られちゃったらちょっと辛いな。谷口ここまでか。もう大丈夫。そしてファイナルラップ。 BRZ 悲願の悲願のこのマシンとして BRZ 初優勝となりました。そして山田鈴木、井口、悲願のこの BRZ での初優勝となります。今シーズン4度のポールを獲得しながらでも一度も優勝することがなかった61号車スバル BRZ。 ここまで長かった。やった、みんなありがとう。スバル BRZ 参戦2年目の初勝利、シリーズチャンピオン争いに名乗りを上げた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回見逃せない白熱の富士決戦。